俺の名前佐久間優吾、1986年の7月23日寅年の獅子座の B 型男の子、ガキの頃はいたずらっ子、ドロンコ遊びはお手の物、小中高低野球小僧で今ではバカのスペシャリスト。はい、ということで本日7月23日オナニー大好きユーゴさん0723、はい、29歳の誕生日を迎えました。おめでとう、ありがとう。はい、ということでなんか真っ黒の金髪で企画もんの AV に出てくる男優みたいな感じですが、めでたくめでたいのかどうだか、20代最後を迎えることになりました。ということで Facebook の方にメッセージがいっぱい届いているので読み上げていきたいと思います。ありがとうございます。上から読んでいきます。ひろみ、単語目ありがとうございます。飲みに行きたいですね。次、みちお、めっちゃ久しぶり、ハッピーバースデーありがとう。黎明の野球部のバーベキューやりたいね。ひろゆきに言っとこ。はい、次、高見さん、中村で合わないね。確かに。しかもこの画像めっちゃうまそう。なんだこれ、今日行こっかな。この間高見さんのお父さんと靖国神社行ってきました。その後は東京の鳥中で一杯やって楽しかったです。中村役いてえな。次、カクティ、ありがとう。ゆうごくん誕生日おめでとう、サンキュー。カクティはジャマイカにいるのかな、ニューヨークにいるのかな、日本にいるのかな。次、軍事、お誕生日おめでとう、ありがとう。ぐんぐんぐぐんじ。次、マヤ、おめでとう、ありがとう。またお祭りだったらよろしく。次、アツシさん、ザイオンのマスター、誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。いつもベロンベロンでザイオンに行って迷惑かけてすいません。また遊びに行きます。次、たけしさん、ハッピーバースデーユーゴ、ありがとうございます。この間カインズで会いましたね。また行き合ったらよろしくお願いします。次、マリコちゃん、おたおめちゃん、ありがとう。マリコちゃん彼氏できたのかな。今度またゲッちゃんと飲みたいですね。いつでもフリーなんで待ってます。次、達也さん、おめでとう、さん、ありがとうございます。またお店来てください。次、岩健さん、ビバースエコパで会いましょう、ありがとうございます。自分は31日に参戦します。もしかしたら1日誰かチケット余っていたら1日も参加しようかなと今考えてます。ぜひエコパで会いましょう、乾杯しましょう。次、ちーくん、お誕生日おめでとう、ありがとう、また飲もう。次、シェアさん、ありがとうございます。おめっとさん、ありがとうございます。次、トモロさん、ハッピーバースデーおめでとうございます、ありがとうございます。次、さやかさん、誕生日おめでとうございます、ありがとうございます。次、イワッチョさん、誕生日おめでとう、ありがとうございます。次、小高先輩、誕生日おめでとう、ありがとうございます。次、カズヤ先輩、ハッピーバースデー、ありがとうございます。小高先輩もカズヤ先輩も遊びに来てください、お店に。カズヤ先輩のやつはできてるんで、ご都合のいい時に取りに来てください。次、高橋さん、ヤーマン、ユーゴ、おめでとう、ヤーマン、ありがとうございます。てことで、いろんな方からメッセージが届きましたね。はい、29歳ですよ、俺も。まさか自分が29歳になるとは夢にも思っていなかったな。気持ちは永遠の小学4年生、佐久間優吾です。ということで、皆さんのメッセージありがとうございます。こんな29歳ですが、これからもよろしくお願いします。てなことで、この辺でドロン。